その原がゴールに攻めていって、まずファーストショット外送って、須藤コーナーの3が、これもクックスからブラウン、アイラブネに渡って、うん、これも落ちている。クックス中、ムーニーに送ってジャンパー。クラスのオーストラリアの代表としてもプレーをしました。クックス果たしてカイソットからハンドオフでボールを受けた河村、ここもボールを動かして、15日ボールを動いてカイソットに送るが、うん、さあカイソットの高さをどう生かしていくのか、フィジカルアイラブラもありますが、うん、笛が鳴りました。申し訳ないですね。そうですね、まあ、高さではカイソット分があるんですが、2本目はキーパー、ここ河村が越えていって、このバッターのアリエフのところ、シューターを打ちましたが笛がありました。いや惜しかったですね、新加入、まあ、このパスの出し方もしゃれてますね、はい、そうですね、おしゃれなパスから、まあ、まだ加入したばかりの、ね、回想、うん、回想と2本、今度は河村を置き去りして難しいシュートですが、うん、これが連続で入ってくると展開必要ですね、はい、ここよく見ていました。オリバーカイソットペットバック、カスリー、うん、これ落ちている。もう一度河村、ショットクロック10秒切りました。時間を使うのか、いや行くのか、このパスカイソットに通った、見事なアシスト、そしてカイソットの得点でした。 3.9 秒あれば、そうですね、はい、持ってきますね。さあ千葉がリードとなれば、今度は横浜リード、そしてクックスアタック、富樫からクックスのダンク、いい合わせできそうな予感となると、他も相手アイラブラウンのスリーが決まる。いや今日スリー当たっています。こうカイソットが入った横浜、カイソット外も決める。いや220センチで外も決められるんですね、はい、シューターの待ち方ですよね、はい、今度はクックスアタック、ワーネブロガーへのパスが、いやブロックですね、ブロックしたのが、はい、はい、小川選手、はい、ソット選手が、はい、一番ブロックですね、はい、はい、が須藤、このパスをカイソットにつながった、うわ右手、いや今の厳しいところをよく通していきましたね、はい、そうですね、はい、カイソット完全なワイドオープンでスリーポイントを決める、はい、さらにはこの須藤のいいパスから、はい、ギリギリなとこ通しましたね、そしてこのゴールの次からフリースローと、はい、さあ富樫からムーニーに繋がってダンクだ、いやここもアシストで見せた富樫に向けて、そしてその富樫がボールを持つ、富樫開いた、ふわっと浮かせたシュート落ちていますが、河村も追いすがるんですが、クックスの得意なふわっと浮かせたが、カイソットのリバウンド、5秒ショットクロック、潜り込んで浮かせて、アリウープだ、ものすごいプレーが出た、アイラブラを超えた、行くしかないが笛がありました、横浜ボールです。横浜としてはもう短い時間帯で早めにシュートを打っていきたいところですから、はい、フックスは個人ファウル2つ目、2点を追いかける横浜、ここカイソットに送って、まずは落ち着いて2点を重ねました。今度はスイッチして小川になりました。トップから須藤の3決めた。千葉と横浜のゲームはホームの千葉。